皆様こんにちは。ひょっこりひょたちは子供たちも実にちゃんと引いてきてくれました。読譜が難しい、拍の長さが取れない、お母様方はちゃんと先生に話してくれますが、そんなことは全く心配ございません。拍の長さにドレミの位置、先生がちゃんとサポートしております。子どもたちに必ず訪れるプラトー現象というのがございます。ピアノがなんだか難しいわ、読譜が少し難しいわ、これは一度必ず誰もが経験するプラトー現象でございます。これは一緒に楽しく学ぶことでちゃんと乗り越えることができるんです。子どもたちの能力を信じて、あら、かわいいわ、できた、すごいわ、ちゃんとできたね、という言葉がけをしてあげることがとっても大切でございます。モーツァルトちゃん、本日もサタデースペシャル第1弾いってみよう。
皆様も、楽しいな。できた。難しい技術や知識は徐々に身についてきます。ちゃんと学習力もちゃんとついてきます。拍の長さもちゃんとリズムも取れるようになってまいりました。練習できないには原因があるのです。難しい練習曲を弾かせるより弾いてみたいアニソン、最新のヒットソング、興味のある曲を勉強編に弾かせてあげることで乗り越えることもできます。ドラえもんちゃんも、のび太くん、早く宿題しないと先生に怒られるぞ。ドラえもんたら、今日はサタデー、みんな学校休みだっぞ。じゃあさ、のび太くん、僕どら焼き10個くれたらさ、秘密道具からさ、何でも叶えてあげる。どこでもドアとか、そこそこんで水かこをふりかけ、プロペラとか何でも出してあげる。ドラ焼き、のび太くん、ドラ焼き僕好きなんだからさ、買ってきてよ。ドラえもんたら本当にわがままなんだから、猫型ロボットのくせに。ドラえもんの秘密道具、それではね、さようなら。